私が在学してた大学名、なんと偏差値あるかないかっていう、びっくり価格、びっくり価格。こんにちは、えっちゃんです。こんにちは、ひーちゃんです。はい、ということで、まあ、えっちゃんひーちゃんなんですけど、私たち大学の同級生、そうだね、でもう10年ぐらいの仲になるんですけど、私大学名はね、多分ちゃんと言ったことがないので、お、実はずっと秘密にしてたわけじゃないんだけど秘密になっていたえっちゃんの大学、実はですね、癖が強い名前とかで有名なんですけどこの際発表しちゃいたいと思います。おい、私が在学してた大学名、なんとデジタルハリウッド大学、バーンってなってると思うんだけどすごい名前だなと思ったでしょ。そう、まあ私はね、すごくね、いい大学だったって過去にもね、ツイートしたりとか言ってるんですが、まあこの大学はとっても面白い大学でして、あ、ひーちゃんはね、学長大好きだったね。そうだね、学長なんでそんな好きになることあるみたいな面白いんですよ、学長のね。そうそうそう、顔を見たら、もう調べたら出てくるんですけど、本当にグリフィンドールって言いそうな、なんかホグワーツ魔法学校の先生みたいな感じの学長がいて、実はすごい大学なんですよ。CG とか映像の勉強とか、カメラの勉強とかデザインとか、まあいろいろ学べるんだけど、まあ私は CG とグラフィックデザイン、映像編集とか、そっちの方を勉強してて、ひーちゃんは写真とかグラフィックとか、そういう勉強してたね。2D 系と 3D 系っていうか、あ、そうだね。ね、勉強してたんだけど、まあ、それでね、実際今結局2人はこうやって働いてるわけだし、確かに。他にもですね、その大学の、卒業生、めちゃくちゃすごいんです。ちょっと何年か前のデータなんだけど、一時は起業、大学出てすぐ自分の会社社長になった人が、はい、起業した人、なんと大学初ベンチャー創出数トップ10にデジタルハリウッド大学入ってるんです。すごい。なんとこの年卒業して速攻で43人ぐらい、はい、社長が出てるって。すごい。すごいよね。やばいね。で、その中でもね、卒業生の皆さんたちとかの中では結構有名な企業の社長になった人とかもいて、まあ、知ってる人は知っているっていうタイプなんでね。もうだから名前については分かってくれたと思うけど名前は面白いけど、いい大学ってことは分かってくれたと思いますんで、こっからなんだけど、私、在学中いろんなことやってたんですよ、大学で。で、私大学にずっといたのよ、なんか授業をみっちり取る派だったのかな。で、そしたらなぜかデジタルフロンティアグランプリっていうイベントがあって、なんか大きい祭典みたいな、が、私なんかドレスを着せられて MC を何回かやらされるこんな格好のえっちゃん多分見たことないと思うんで、面白いんで載せときます、こちら、ドン、やばくない今回私が今言ってたこのデジタルフロンティアグランプリっていうのは、デジタルハリウッドで最も伝統のあるね、最高峰のクリエイティブアワードなんだけど、今年の作品、大学在学生が作ったのかも、私信じられないぐらいすごいから、それをちょっと紹介していきたいと思います。なんかたまに私が通ってた大学気になりますって言ってる人とか、どうしてえっちゃんは絵が描けるのとか CG ができるのとか、映像編集どうやって覚えたのって意外と来るんよ。気になるよね、みんなね。で、私がどのレベルでできるんだいっていうの気になると思うんで、まあ私がっていうわけじゃないんだけど、こう4年間ちゃんと大学で学ぶとこういうのができますっていうのを一回見てみましょう。じゃあね、今回は2020年度の、ベスト CG アニメーション賞を取ったアダーニアっていう作品を見ていきましょう。はい、海外のね、留学生も多い大学として有名なんで、留学生の方が作ってますね。一人で作ってんの、やばくない？え、すごいね、もうプロの方が作ってるレベルで、すごい、今のプチカチカチカチャってこれね、リグっていうのを組んで骨組みみたいなのを入れることでこうやって動かせるんだけど、そういう勉強もできる。なんか懐かしいな、こういうね、ショートアニメーションみたいなのは1年生の頃から作らされるんだよね、CG 専攻だと。この絵とかやばくない？綺麗だね。普通にゲームのさ、画面みたいだよね、動きがすごい滑らかだね、人の走りとかリアル、すごい。カメラワークもすごい綺麗だね、うまい、ちょっと 3D っぽさが少
少なくて、あの要はこう実写っぽく見えるシーンとかもねたびたびあるね、うん、これが学生10代から作れるんだよね。本当だよ、すごいね。しかも一人だもんね。うん、へえ。まあこれはきっとね10代から4年間長い時間をかけて作ったんじゃないかな。うわ、もうこのバイクとか車私好きなんだけどさ、やっぱ CG で作るとねかっこよく作れるんですよ、うん、やっぱメカっぽいものっていうのはこう CG で作るとかっこよく自然に作れるイメージ。うわー、リアル、地面とかリアルだった ね、すごい。今の地面写真じゃない、もはや。本当にここら辺とか岩場とかね、自然な背景が。おお、わ、かっこいい。すごい、かっこいい。トランスフォームした ね、え、これが私が学生の時の何倍もすごいんだけど。いや、すごい、さすがだよね。やっぱ受賞作品は違うね。ねえ、本当に学生さんも作ったとは思えない。いや、でも本当にだからちゃんと大学で学んでやっていけば、うん、これが作れるってすごいなって思う。ねえ、だから私大学好きなんだよね。レベルが高すぎる。いや、これは本当に格段にうまいよね。うん、すごいと思う。本当にめちゃめちゃ勉強されたんだなってね。素人目でも伝わるよね。うん、かっこいい。なんかちょっと侍をイメージしてるのかなかも ね、 ね、なんか日本刀持ってたりしてるし、うん、うわー、リアル、すごい。なんかやっぱりさ、いろんな質感がさ、うん、丁寧に作られてるよね。背景めちゃめちゃ綺麗だね。うん、本当に実写。え、すごくない？背景がね、使ってるみたい。私が CG を勉強していた時とは大きく違いは、もう5年ぐらい前なんで、学生でここまでできたら絶対楽しい。ねー、確かにカメラワークもなんかすごい、なんかこうバトル感のあるカメラワークがすごい、うん、ストーリーも面白いね。なんかもう次はどうなるんだろうってすごい気になっちゃう、うん、確かに。なんかショートムービーか、あの短いアニメーションだとね、そういうとこ難しいよね。うん、ほんとだ、日本刀がかっこいいね。ミックスな感じがいいね。ねえ、お、イケメン。思わず真剣に見ちゃう。ねえ、なんか出てきた。仲間か。あ、侍みたいなのがいっぱい出てきた。ねえ、すごいぞ、刀が。あ、敵感すごい。敵感すごくない？ねえ、怖い。なんかもうこれ、ゲームの PV みたい。ほんとに。で、ところどころ実写っぽいから、なんかこうCG でもこんなリアルなの作れるんだね、学生で。すごいよ、一人で、本当にって感じ。本当、ね、すごい、本当に。え、女性だったの？女性だったんだ。
わぁ、かっこいい。私もやりたい、こうやって。色変わった。うん。なんだろう。何が起きてるんだ。あ、味方にしちゃったんじゃない？お、すごっ。強い。あら。すごっ。自分の味方にこれ1個で。絶対絶命だ。やばい。はい、という感じなんですけど、すごくない？もうさ、あの、この人間たちのね、キャラクターももちろんそうなんだけど、うん、装飾とかもすごくて、動きとか、うん、あと、まあ、ライティングっていうそのこの例えば昼間の光り方とか、はいはい、森での光り方とか、うん、そういうのもすごかったし、なんか砂煙がこういう風にちょっと上がってる感じとか、すごいよね。 CG でこういうのが表現できるっていうのはすごいね。もう本当に映画一本見た気分だよ。うん、まあ、これをね作るのに長い年月がかかるんだけど、うん、ということで一通り見てみたんだけど、うん、私たちが学生だった時より全然すごいね。はるかにレベルが上がってるね。うん、私多分これの背景作るので悲鳴あげると思う。まあそれ以外にもデジタルフロンティアグランプリ2021は、まあ、実写映像からグラフィックデザイン的なのから、うん、なんか CG でもなんか今回はちょっと実写寄りだったけど、うんうん、それこそ VTuber 的な、あー、アニメっぽい感じ、アニメっぽいやつとかもあって、はいはいはい、まあ、そういうのもね、どういうのが作れるのかなとか、うん、他の作品も見てみたいって思った方はぜひ概要欄にあるんで見てください。高校、本当に美術系の高校通ってたね私。あー、はいはいはい。ひーちゃんは？私はね、もう一般科っていう普通の高校に通ってた。一般科っていう名前が珍しいね。なんか私立、そうだね、私立、私立。あ、そうなんだ。そうそうそう。私はもう県立の、もう言っちゃうと松戸高校っていうね、松戸、千葉県の松戸の高校の美術学部、はいはいはい、ね、芸術科か、うん、通ってたんだけど、今までちょっと言うのが辛かったんですが、私ちょっとまあね、いろいろあって不登校の時期とかもあったせいで、偏差値がですね、あの、試験のテスト受けてなかった時も含めて、ちょっと偏差値40あるかないかっていう、もうびっくり価格、うん、あ、びっくり価格びっくりが、それぐらい偏差値がね、低かったんで、うん、もうどこの大学も行けないよぐらいのね、感じだったんで、うん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 、もう残された術は一つ、私には絵を描くことしかない。そうなって、栄養入試っていうね、やつを置いてた。はい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 。まあ、必死こいて、鬼のように絵を描きまくって、デッサンを毎日何十時間。それで、栄養入試受けまして、無事にね、うん、あの、プチ特待みたいな。なんか、はいはいはい、いくらかは免除になるやつに入れたんですよ、うんうんうん、だからやっぱりね、こう自分に向いてるとか勉強したいことになるとすごいいっぱい勉強できたし、うん、なんかこう実際大学入ってからも楽しかったんだけど、やっぱりそこでね、妥協してさ、うん、なんかこう行きたくもない大学に行くとか、そうね、やっぱやりたいことを中心としてね、うん、選んだ方がいいなって思ってて、ひーちゃんはどういう基準で選んだの？私はね、まあ一応一般科だったんだけど、うん、パソコンとかも触る機会がまあまああって、うんうん、で最初はねウェブで入りたかったの。あああああ、そうウェブデザイナーになりたくて、うんうん、友達のお兄ちゃんがデジハリの学生さんだった。あ、そうなんだ。そうそうそう。それでパソコンなら今デジハリが熱いぞって言われて行った時に、まあウェブだけじゃなくてね、うん、そう CG とかアニメーションとかいろいろ学べるから、もし他のやりたくなった時もここならいけるんじゃないかと思って私は受けた。いや、本当に一つ言えることは、マジで、あの、手に職つけておけば仕事困らないって。そうなの、そうなの。そう。で、多分専門学校行く人とか多いと思うんだけど、うん、あの、難しいところは、専門学校に一個ガツって学科とか決めちゃうと、うん、
そのものしかさ4年間学べなくて、途中で諦めた時に学校辞めるしかなくなると思うんだけど、うん、デジタルハリウッド大学って一学科一学部だけど、うん、その中で学べる専攻がめちゃくちゃいっぱいあって、そうどれもこうやっぱデジタルハリウッド大学、名前の通りデジタルに精通するようなね、うん、勉強が多くて、うん、卒業後ちゃんと勉強して技術が身についてたら仕事困らないっていう、うん、就職率も高いんじゃないかな。そうだね、うん、結構高かったはず。そうそう、大学なんですよ、うん、まあ、散々名前ではあの三度聞きぐらいされておりますがそんなね、デジタルハリウッド大学の学生もね出ているこのデジタルフロンティアグランプリ、もう本当にね、デジタルハリウッドの大きいイベントなんですけど、こちらが今紹介した、映像以外にも、うん、専門スクール、大学、大学院、オンラインスクール、シーズアカデミーとかいろいろね、あの大学以外もあって、その中の全部ひっくるめてでの、デジタルハリウッドのこう採点、はいはいはい、その中で1位を競うというか、素晴らしい作品を紹介するという算定になってます。まあ今挙げたみたいなこう、うん、大学とか大学院とか専門とかもあるんだけど、その中からもういろんな専攻があって、はいはい、それのね、それぞれの各分野での今最前線で活躍するアーティストとかクリエイターとか、まああと研究者の人たちがこちらの作品をね全部審査をして、各部門の流行るグランプリをこのデジタルフロンティアグランプリで選ぶ。でもなんか豪華特典とかあるらしくて、え、あ、そうなんだ。そうそう、だから学生の子たちもね、うん、応募するんだよね。まあコンテストだよね、本当に、うん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 、今回ですね2021年も、やったんですけど、うん、新たな試みとしてオンライン、オフラインの同時開催を挑戦しました。お、まあ、こんなね、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためには、うん、もうやっぱりねこの物理的な、ね、距離が必要だ。やっぱそれでもその中でもテクノロジーの力を使ってこう物理的には離れていても、なんか空間をね超えてつながり合えるっていうところで、オンラインもオフラインも両方の同時開催となったみたいです。おー、なるほど。空間、時間、立場、言語、時には私たちを隔てるそのような境界、それを超えてつながり合える、共にコンテンツを見つめ合える場、それがデジタルフロンティアグランプリ2021です。まあ、ちょっとね、謎の格好つけちゃいましたけど、うん、すごかったね、なんか誰かが憑依したかな今。あの今回それは一番大事な言葉なんでなるほどね、まあ、とにかくね、本当にこんな時期だからこそ、やっぱデジタルの仕事とかね、デジタルの作品っていうものに触れる機会が増えてると思いますんで、うん、まあ、今見てもらった作品以外も、うん、本当にたくさんの作品があるんだけど、その中でも私が気に入ってる作品の受賞者インタビューのね映像をもらったんで、そちらを見ていきたいと思います。デジタルハリウッド大学、平松玲奈です。作品名は無意識差別です。無意識のうちに行っている性別の差別を気づかせ意識させることが目的の作品になっています。男女とかで趣味思考を決めつけるのって古いよねって今世の中そういう風潮になってきていて、パッと見パーツだけ見ると特徴だけで、まあ、性別を判断してしまうっていうことがあるんじゃないかなと思っていて作品を作りました。最初作品をパッと見ると坊主頭だったりとかネイルだったりとか化粧された唇っていうものが見えて、後ろにある目たちがそれを見つめているように見えるんですね。なんかそのただビジュアルだけが強い作品みたいに見えるんですけど、ぐるっと回り込んでいただくとコピーが目に入るようになっています。でそのコピーを読むと問題提起、後ろを振り返ると実はネイルしてたのは男性で坊主頭なのは女性で、メイクをしていたのは性別関係なく自分らしく生きている人です。インタビューを作成することでお客さんに問いかけるだけではなくて、3人の当事者のリアルな声や生き方を提示することによってより印象付けるということを行いました。なんかサポートしていただいたからこそ受賞できたものなのかなと思うのですごく感謝しています。デジタルハリウッド大学、安藤小太郎です。作品名はいるです。映画のジャンルはホラーなんですけれども、物語が進むにつれてこう徐々に徐々にこう怖い演出をどんどん入れていってるので、それを味わっていただけたらなと思っています。お、それで決まった？もうちょい安い物件ない？これくらいだよ、工事の要望にある安い物件。まだちょっと高いかな。まあでも贅沢は言ってらんないか。まあ一応あるけどさ。え、あんの？いやもうこの際さ、欠陥住宅でもいいから安い物件がいい。
逃げろ。でもまあ本当にあの物件に住むなんてな。苦手意識とかはないかな。心霊現象とかって経験したことないしさ。おい、コウジ、大丈夫か？何回もかけたんだぞ。ごめん、寝てた。どうした？今すぐその家から引っ越した方がいい。急に何言ってんの？今すぐ新しい物件探すなんて無理だって。仲間には感謝しかないと、めっちゃ辛かったけど寝れなかったし、もう今思えば本当いい思い出ですよ。結果オーライね。デジハリには感謝、本当にデジタルハリウッド大学。今のね、受賞作品2つのインタビュー動画見てもらったんだけど、はい、無意識差別っていうやつとかはね、うん、私もやっぱ普段から大事な問題だなって思うもので、うん、まあ、ジェンダーレス問題とかもいろいろありますけど、ビジュアルがねすごい本当に迫力があるなって思ったけど、ね、深いなっていう。うん、もう一個ね、いる。これひーちゃん結構ちゃんと見てたね。そう、私結構面白かった。ホラー映画好きにとってはね、うん、いやこれ学生さんが作れるのはね、レベル高いなって思う。うん、めちゃめちゃ怖かった。うん、気になった方は概要欄にある、デジタルフロンティアの2021のね、再生リストがあるんで、それのリンクを貼っておきます。えっちゃんと同じ大学に行ってみたいって思った方とか、こうデジタルフロンティアに興味が湧いたっていう方はぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。私も正直ね、実はね、たまにちょくちょく大学顔を出してて、特別授業とかもたまにしてたりとか、講座開いたりとかもしてるので、うん、デジハリに入った方はぜひ今後お会いするときはよろしくお願いします。それでは皆さん、はい、またお会いしましょう。またねー。バイバーイ。